花屋の山さん、私ね、今息子の大和くんがこうやってね、立ち上がるようになったんですよ。立って3歩4歩歩くんですよね。そして2本の足で立ってね、二足歩行するようになってきました。もう私はね、いつもね、立ち上がるために類人猿類人猿って言ってね、からかうんですけども、去年の今頃って寝たきりだったんですよ。動けない、何も動かないですよね。でミルクあげると飲んで、ちょっとニカッと笑うぐらい、ほんの小さな変化でした。1年経って手をね、バン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 叩いてきたりね、テーブルを叩いたり、おもちゃをこうやって動かしたりとかね、鏡を見せたらニカニカ笑ったりとかね、一緒にお風呂に入ったりとか、あとね、たまに車に乗せたりもするんですよ、ちょこんとね、いろんな撮影もできるようになって、すっかりね、私も、親バカの一員ということになりました。48歳の父親ですから、孫がいてもおかしくない年代にですね、私同級生孫がいますんでね、そんなところで私は子供を迎えることになったんですけども、さあ日々ね、この大和くん、できないことができるようになってきてました。ほんと最初寝たきりでしたね。これね、全員そうだと思うんですよ。じゃあこれからね、この大和くんが2歳になり5歳になり10歳になってきたらどうでしょうか。今までできなかったことが、いろんなね、倒れながら転びながらできるようになってくると思うんですよ。そして年を重ねるに従って言葉も覚えてくる、いろんな関わりの中で失敗もする、でもやっぱりその中から立ち上がって新しい自分にどん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 変わっていくと思うんですよ。同じ人間なのに、0歳の時、1歳の時、5歳の時、10歳の時、まるで別の人間のように人格も変わっていきます、性格も変わっていきます。なぜなら見るものと感じるものが変わってくるから。よく人はね、性格ってなかなか変わらないって言いますけども、なかなか変わらないんじゃなくて、なかなか変えてないんですよ。必ず性格って変わっていくんですよ。だって女の子と付き合ったことがない時の性格と、女の子とね、付き合ったことがある経験での性格、そして他のこともそうですけどね、もう大喧嘩をしてね、ぶん殴り合いをした後の性格とその前の性格、どうですかね、変わらないですかね。人はとかく刺激を受けるたびに別の人間に、人格に昇華していくと思います。変化していくと思います。花屋龍馬さんは去年の今頃、本当に自分で一人でビジネスできるんだろうかと不安だったかもしれませんし、そのもうちょっと前ね、俺の YouTube なんて誰が見るんだよと思ってたかもしれませんけども、今は YouTube ありがとう、 YouTube って本当素晴らしい、自分の可能性とか人生を本当にここまで変えてくれるなんて、 YouTube って一体誰が作ったの、本当その人にね、花束と感謝状をあげたいぐらいだよ、銀の盾をもらうどころかこっちがあげたいよっていう風に変わってると思うんですよ。そして結局は人間ってのは一人で生きてるわけではないし、一人で生きていてはいけないなと、必ず誰かを支え、そして気がついたら誰かに支えられて生きてるってことに気づくと思うんですよね。絶望っていう言葉もありますけど、それはですね、世の中に対して絶望を感じてるわけではなくて、自分が絶望を選んでると、これちょっと難しいんでまた別のテーマでお話しますけども、そういったことも花屋龍馬さんなら分かると思うんですよ。今ね、2000人の方が花屋龍馬さんに何かしらの期待と可能性を感じて、希望を感じてチャンネル登録してくださったわけじゃないですか。そして0から2000になったってことは、2000から4000にもなるってことなんですよ、ね、0から4000になるってことは、4000から8000、1万になるってことなんですよ。それは花屋龍馬さんがチャンネル登録100人の時の人格と比べて、今は2000人の人格を手にしてるわけなんですよね。さあ、人っていうのは変わっていくんですよ。もっと言えばですね、人っていうのはできないことをいかにできるようにしていくかによって変わっていく人生を送ってるんですよね。昨日までの自分にさよならする日々、それが人生なんではないかなと思います。今までの花屋龍馬さんとは違った花屋龍馬さん、まさにこれね、眉間の我、未だに見たことのない自分って意味なんですけども、眉間の我のこの出会い発見を花屋龍馬さんは感じてるんではないかなと思います。私もね、だからね、この1年、花屋龍馬さんが次から次へと新しい階段や扉を開いていくこと、これがね、面白くってね、花屋龍馬ってドラマは階段だなと思いますよね。ハリウッド映画よりも面白いですよ、これはね。あの走行費用何十億円何百億円とかけた映画よりも、花屋龍馬というね、一人のドラマの方がこれは面白い、同じように感じる方が2000人以上いらっしゃる、すごいですね。そして花屋龍馬さんの動画再生数を見ると万という単位でね、回転するものもありますね。ミスター M さんも同じです。通常の動画は数十とか数百なんですよ。たまたまボーンと上がるやつがありますよね。これがですね、全体の動画を突き上げてくれて、存在感をものすごく際立たせてくれるんですよね。そして花屋龍馬さん自身、その再生数を見た時に、うわすごいと思うでしょ。これは数字に引っ張られる、いい意味でね、引っ張られていくんですよ。励みになってるでしょ。
数字を追っかけて数字に振り回されてるわけじゃなくて、この数字によって気がついたら、あ、こんなにこれ受けてるんだ、よかったな、自分はよくやったな、この動画って思うことだと思うんですよ、うん、で今はね、いろんなまたジャンルを出していって挑戦しているところだと思いますけども、その中でね、やればできるんじゃないかなとか、陳腐な言葉ですけども、このやればできるっていうね、陳腐な言葉、なんで陳腐かっていうと、みんながそう言うから陳腐になってくるんですよ。でもみんながね、使うってことは本当にそうなんですよね、やればできるって。だってそうじゃないってことは、みんなその言葉使わなくなります、その概念使わなくなります。確かにやればできる、それを多くの方が体験してるからこそ、この言葉っていうのは古来昔から使われて、未来永劫不滅の言葉になっていくわけなんですよ、まあ、ですんでね、陳腐な言葉ってすべからく真実を言い当ててるんですよ。千里の道も一歩、本当その通りですよね。私は足元の一歩をその日その日こなしてきただけで、振り返ったら、あ、こんなに歩いてきたんだってびっくりするわけですよね、うん、だからね、私は思うんですよ。花屋レモンさん、花屋さんの変化っていうのはまさに私の変化でもあるんですよ。花屋レモンさんの変化を冷静にね、肯定的に受け止めようとする私の中の変化が、花屋レモンさんの変化をもっともっと際立たせているかなと思うんですよ。いや、今だけで終わるよとかね、一発屋だよこんなやつって思って、私が他者否定をしていたら、多分花屋龍馬さんの素晴らしい変化には気づけなかったと思いますし、そんな否定的な見方だと、多分この動画のやり取りなんて面白くもなんともなくてできてないと思うんですよ。常に花屋龍馬さんが動画をアップロードしたら、新しい変化を私はね、見つけに行ってる、掴みに行ってるってところが、また一つね、私自身の内側の変化でもあると思いますし、このやり取りを見てる人の気持ちでもあると思うんですよね。このやり取りっていうのは、冒頭でお話しましたけども、私と花屋龍馬さんがね、ガストかなんかファミリーレストランで2人でオープンの席で喋ってるようなもんなんですよ。そこに対して視聴者さんっていうのはね、私はこの花屋龍馬さん以外の視聴者さんに向けたメッセージじゃないんですけども、ただ周りの人にも聞かせるような声で喋ってるんですよ。それが YouTube です。ですんで、周りの人でね、気になった方は、なんだろうこれみたいな感じでまた見に来ちゃったりとか、たまにはコメント書いたりとかですね、今日は花屋さんとこういうやり取りがあったけどこうなんじゃないですかっていうような、自分自身の意見を言ってきたりとかして、いわゆる私と花屋龍馬さんのテーブルに首を突っ込んでる状態なんですよ。素晴らしいと思いますね、これがね。こうやって私と花屋龍馬さんのやり取りがだんだん大きな輪になっていって、それがまたね、見てる人の変化も巻き起こしていくんじゃないかなと思います。まさに花屋龍馬さん、私のね、思った通り、そしてそれ以上のお人柄だったかなと思います。いや、わからないことをね、わからないことにしないこと、まさにそうなんですけども、私たちはわからないことってわからないからってやめちゃったりするんですよね。できないことってできないからってやめちゃったりするんですけども、そうじゃないんですよ。できないからこそできるまでやるわけだし、わからないから調べ続けるだけなんですよね、まあ、そういうことで私はね、この動画のやり取りをはじめ、インターネットの活動の真髄っていうのはですね、変化するってことにあると思います。そして変化するってことは、今までやってたことをやめることであり、今までやらなかったことをやることであると思ってますね。いつも不可能に挑戦して、不可能をね、どんどん可能にしていく。この言葉も陳腐ですけども、本当そうですよね。 YouTube なんてできないよ、顔出しなんて不可能だよって人がどんどん顔出しできるようになってきて、顔出ししたらね、何が起きるかというと、人の信用が集まってきます。信用の次は情報が集まってきて、情報の次はお金が集まってくるということで、花屋龍馬さんの周りにもたくさんお金が集まってきたんではないかなと思いますし、その姿を見ることは視聴者さんにとっても大きな利益になると思うんですよ。花屋龍馬さんがいつも無料で活動していたら、その活動はできなくなります。でも有料であるがゆえにですね、それを期待している人みんながね、共通の利益を得ているということになります。情報利益ですよね、まあ、ですんでね、この YouTube 活動っていうのは、これからも花屋龍馬さんに必要不可欠になり、そしてこの YouTube を見ていらっしゃる方、あなたの番になるということも言えるんじゃないかなと思います。花屋龍馬さんができるようになっていくところを見て、私たちも一緒にやってみようかなっていうふうな気持ちになるんじゃないかなと思います。はい、ということで、花屋龍馬さんはね、視聴者さんに一体どういう気持ちでね、メッセージを伝えようとしているのか、この辺についてね、またね、返信をいただければと思いますけど、いかがでしょうか。私はですね、先ほどお話したように、私と花屋龍馬さんの2人のやり取りを見て触発されて、自分もやらなきゃっていう人が少しでも現れてくれればと思いながら、押し付けがましくもなくね、花屋龍馬さんに向けた言葉としてみんなに向けているという形になってますけどもね。では今回は以上です。いってらっしゃい。